はい、こんにちは、ケイソです。はい、こんにちは、ハネムンです。おーっと、2が出ました。ダイシーダンジョンズやっていきたいと思います。はい、私もサイコロを持ってるんで、はい、振りたいと思います。はい、5が出ました。どうしようか。2たす5で 7引く6で1。はい、じゃあ今日は1ということで、はい、久しぶりですね、戦士が出て。はい、今日はじゃあ1が出たということで、はい、戦士をやっていきたいと思います。懐かしいですね。3、呪いより質が悪い。立ちが悪いか。立ちって呼ぶんだっけ。立ちが悪い。読まないか。質が悪い。体力が有り余ってんじゃない。もっと負荷をかけてみようか。大丈夫、君ならやれるさ。はい、ハエトリグサを持った状態で開始。レベルアップ時に最大 HP 2減少。困るね。あ、そうだね。じゃあ最大 HP 最後30ぐらいになっちゃうか。あ、立ちが悪いでやってるっぽいわ。あ、立ちって読むんだ。はい、あれでね。あれで立ちが悪いなんだね。はい、これは勉強になりましたね。お、勉強になるだろ。行きましょうか。はい、森久保さんも来てくれました。はい、スペースマリンから行きますかね。そうですね。ハエトリグサしか持ってね。まあ強いからね、ハエトリグサね。6を出せば2回復。ああ、じゃあちょっと6を狙ってみようか。意味ないんだけどね。ほぼね。まあ6が出ないなら5をぶっ込みますよと。はい、オッケー。はい、ワンチャン死ぬけどね。まあプラズマキャノン1回は耐えるでしょうと。次確実に来るよ。まあ、まあローリングしていきましょう。5、じゃあ3ローリング、3ローリング、じゃあ 5、まあ次勝ちだね、さすがにね。そうだね。あ、10ダメージを食らうと。プラズマキャノンは一旦来るね。プラズマキャノン、あーちゃー、ここで6か。回復していきましょう。24のヒットポイントで、まあまあなんとかなるでしょう。レベルアップごとに2減る。バトラックスいいじゃないですか。バトラックス最強ですからね。さあ行きましょう。でもヒロインでかいんだっけ。バトラックスはでかかった気がする、最初。あ、でかいね。で4だったらいいよね。あ、まあ3いっちゃうか。うん、いいんじゃない。あ、4はこれじゃあキープだな。いや、なんならこれもう打って5ローリング。これ激怒なんだっけ。あ、2回か。取っといてもいいと思うけどね。4で8ダメージでしょ。6出りゃ勝ちだよ。ローリング5で。ローリング5、さすがにヤンキーローリング。あ、出たわ。出るやん。じゃあ勝ちやん。あー、しかも回復もして激怒温存できて、あー、激怒温存のまんま。これラッキー。さあレベル2が減少、最後1個追加。で HP が22。うん、だってあと、あ、レベル5まであるんだね。1、2、3、3回上がるんでしょ。え、人目と10 18でクリアしなきゃいけない。いや16かな。16で、え、16はクリアできないよ。ポイント16でクリアをできら行こうか。できるのか。できらも決まって、ヒットポイント16。最大体力どうにかして上げらんないこれ。まあ5ローリングかな。5ローリーだね。66来ちゃったよ。6ローリー、2ローリー、2ローリー。あー、待てよ、無理か。激怒で無理だね。あ、まあまあ18だね。だったら激怒使っちゃう。もういっそ。あ、どっちのダメージ同じ。これもしかしてダメージ同じ。ハイドリハイドリバトラックス、うん、いいんじゃない。まあ次倒せる。弱っ。悲しいね。悲しいやつだね。強デメゴロリ8、6ハイドリ2バトラックス、素晴らしい。まあ簡単ではあるからだこいつな。強いんだよな単純に。さあ、救急キット、ご石、闇夜のご石。よ、弱い。ね、まあまあ、全部いらないまであるよね。一旦窓し。ああ、6位。ああ、最高じゃん。終わり。4バトアックス、6ハエトリエンド。はい、オッケー。6か。鏡の間ね。じゃあ次、次からサイコロ2つだね。まあまあ、じゃあやるじゃん。4はキープ。1ロリ、3ロリ。勝ち。勝ち。強くね。センス強。HP16 もいらないかもしれないな、ね。もしかしたら。まあ今5があれだからスパイクシールドでも。あ、待てよ。最大5か。そうだね。いいんじゃないスパイクシールド。うん。揺さぶりか。今よく見てなかったけど、スパイクシールド5だともしかして防御力アップだ。ああ。でもローリングがあるから。揺さぶります揺さぶる、うん、揺さぶりのが強いんじゃない単純に。じゃあイカちゃんこのまんま。オッケ
あ6はいい。3ユーサーぶり、3ユーサーでバトルワックスハエトリで、まあ、最大ダメージ、最大ダメージですね。いやローリングがねバカ強い。選手のパッシブいいよね。あでも頭突きは、ね、ちなみにね全く覚えてなかった。何が？え選手の、あ選手のローリング覚えてなかった。よく覚えてたんだよお前。あもう特徴としてはこいつはこれしかないよね、弱すぎ弱すぎワロチだねこれね。4ユーサー、いやどうする、激怒いっちゃう。激怒いけばこれで倒せるね。うんどうする、いっちゃういっちゃう。じゃあ揺さぶって激怒してこれバトラックス終了。まあこういうこともあるよローリング。うんびっくりした今。まあ今までが運が良かったんだよ、ねうん、う一応リンゴ食います、はい、オッケー。一応というか食べてくださいそれ。まあまあもうここはもう舐め切ってねリンゴ食われて先行こうかなぐらいの気持ちでした、ね、ああ殴ってたね。ああ殴んないで、毒に対して強い。ああ最高じゃん。ニロリ5か、ゴロリ。ああ最高。バトラックスハエトリグサ、ハエトリグサが強いんじゃない、ね、強いね。さあ毒は来ちゃうけど毒ガス毒蓄積三角でブライトは来ない。まあまあまあ3ダメ。ゴーユサブリハエトリバトラックス、ハエトリバトル、バトラックスとハエトリが小さくなるんだったら強いな。強化できんだったらそうだね。16来ない。オッケー。これで終わり。ブライトは残念ながら不発でしたよと。じゃあ倒しましょう。せっかくなら6が欲しいな、ね、5が、あー最高だ。オッケー。ハエトリ素晴らしい。クソ覚えてろ。忘れたね。覚えてろなかなか言わないっすよね。さあハエトリが3回復になる、はい、バトラックス小さくなるからバトラックスかな。しようか。オッケー。それ強いわ。小さくなるんだったらあと1個ねでっかいの入れられたりするし。テーザー銃最大3で麻痺確定。まあ悪かない、ね、悪かない。もらっとこうかな。もらっとこう。もう1個買えるしね。なんだかね。ターゲットシールド防御力最大2、最大2か。再使用可能。微妙。そうだね。3ゴールド払ってこれかって感じだね。まあ、マシュマロでレベルアップです。ミラーマンって右にいるけどなんだっけね。一回当たったことある気がするんだけどもう覚えてないね。まあ、3テーザー銃の予定、5はユサブってハエトリがいいね。これで4が出ら一番いいね。いや3でいい。これでテーザーバトラック、あそっか、バトラックスをこれちょっといっちゃうかどうかだね。いっちゃえ。あー3か。どっちがいい、ハエトリ回復がいいか。そうだね、ハエトリ回復、うん、揺さぶり。まあここでレベルアップするんで、そうね、多分大丈夫なんでしょうけど。はい、オッケー。麻痺1。はい、残念。片方しか打ってないよ。はい、片方打って終わり。炎上2炎上1ローリング。あレベルアップするんで、はい、待て、6、6、無理か、うん、まあ使っちゃいます。もうゴロリでもいいし、ゴロリでもいいし。使っちゃう。あ、マジで。ああもうほん、あ、もう使えないじゃん、本当に。あ、6ユーサーぶりすれば。1が出て。うん。6ハエトリ。勝ちはないか、勝つんだったら激怒か。いや、ここ使わない。これレベルアップするんだったら、もういいや。これ耐える耐える、ここのターン。16ーー全然、全然耐える。はい。最大ダメージきた。ああ、いいでしょう。彼にも見せない。最大ダメージきた。あ、まあこれね、11ダメージきたわ。ああ、そっか。じゃあローリングしていきましょう。読んで揺さぶってハエトリでレベルアップ。はい、オッケーです。激怒温存 HP マックス最大体力マイナス2。残り18。厳しくなってまいりました。あ、違うわこれ。14だ。14まで下がるの。2回上がるわ。困っちゃうね。はーん、リボルバーか。6ダメージね。今6はハエトリに使ってんだよね。だハエトリの皮に入れるかってことだよね。あー、まあいらんか一旦ね。一旦ね。まあミラーマン行きましょう。オッケー。ちょっと見て14か。これなんか道中よりラストだな、きついの。だって死ぬ時は一撃でしょこれ。そうだね。2ローリー4か、あと3ローリー、6来たら最高、5来たら最高。はあ、まあ揺さぶって、ハエトリ、バトルワックス、テーザー。はい、オッケー。うん、テーザー銃がなかなかいい感じだね。そうだね。うわー、コピーってそういうことか。ああ、そういうことか。じゃあきつくねえか。ああ、強いね。ああ、これハエトリで6回復するつもりだ相手。2ね。ああ、2回復か。
まあ、665。これ激怒使った方がいいな。そうだね、激怒ハエトリかな。1ローリングで4バトラックス出れば、2ローリングで3、4バトラックス出れば、1ローリングで3、4バトラックス出れば、まあ4回復しとくか。うん、そうだね。で6揺さぶればバトラックスもネダジュも打てるけど、打つか、うん、まあどうでも割といいという。そうだね、これ運があるけどもちろん死にますよと。あれこれ死んだんじゃない。うん、普通に死んだね。うん、普通に死んだ。うん、これ大変よこれ。普通に死にましたこれ。普通に死んだね。うん、これやばいよ。結構久々じゃない普通に死ぬの。うん、これねやばいよこれ。うん、回復できるからいいでしょみたいな雰囲気出てるけど、最大体力がこれなのがマジでまずい。防御力アップ。でも説ある。クソ大事じゃね。これ防御。ああ、これ防御ないとダメだね。無理ですこれ。死にます普通にこれ。よく考えたらそうだわ。防御全、いやもう6でいい。ああ防御前提だねこれ。ああそういう感じか。だから結構出てたんだ。防御の装備結構きてたよね。ああ、だから防御してねってことなんでしょ。なるほどね。うん。そうじゃんけど勝てないもんな。死ぬもん。まあ、ここら辺はいいとして。すごいね、これ序盤簡単なのに、中盤、終盤難しくなってくのやばいね。あ、変わるんだ。わ、全然違うのが来たね。毒か、いい、ちょっと弱いね。バトルアックスが良かったな。バトルアックス良かったね。なんで、爪なんかになってしまったんだろう。最大3だから5。あ、どうするこれ。どうする？いや、5にするわ。うわい。じゃあ2にしよう。あ、まあまあ、あ、ラッキー。結果ね。オッケー。まあ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 片方。いやこれねことっすね。ことだね。ガチ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 。あ、いいのか。3ダメージもあるのか。いやことだねこれね。ことだね。あ、早くポイントは減少。シールド。さっきのじゃあ実はすごい良かったんだね。ね、いい装備だったのかもしれない。ね、ガチャンからかな。ね、そう防御もあったもんね。いらないとか言って一番いるやつだったわ。可能性は俺がバカだった。読んでいいと思う。3は取っといていいかな。ああ、いいじゃん、ナイス、最高じゃん。 OK、 最大ダメージ。さあ残念ながら頭突きはできない。ふかしオンリーはいいでしょう。1はローリングしたいね。1ローリング、2ローリング、1ローリング、6、これ入ったら最高。入った。あ、ナイス。さあ次のターン相手は死ぬ。頭突きできないね。頭突きできないね。一生頭突きできないね。イカちゃん。まあ、それで君は炭吐いてなさい。ずっと。あ、6来た。あ、勝ちだ。なんでこっちをやったんだろう。まあいい。まあまあまあ、見えない方はね、見えない方が楽しいですからね。あ、スリルがあってな。あ、さあどうだ。揺さぶりね。揺さぶりは。ああ、大丈夫だ、危ねえ。SP サイレント時はね、回復しないようになってますんで。やめてよ、もう。揺さぶりいらないっす。いらないね、こうだね、うん。はい。ダメージ低いな、でも。ちょっとね、ワンタン最大10か。バトルアックスがあればな。バトルアックスあれば最高だったよ。2かな。あ、2、ローリング。ハエトリ3。爪。遠いね、3ターンかかるね。バトがあればな、絶対3ターンかかっちゃうわこれ。攻撃も来ちゃうわこれ。うん、これ炎上したくないな。4-2で勝ち。まあ、回復狙うはいっか。いいや、回復は、うん、キノコもあるし、キノコじゃねえや、リンゴもあるしな。スーパーマリオ RPG にとらわれてない。しかもこう回復だし、これもう鉄の盾説。あ、スパイクシールドか。いや鉄の盾説、鉄の盾だ、説ある、うん、大事な説あるよ。あ、バックラーも、いやいや、弱い。だって鉄の盾の介護官だよこれ。7で4でしょ。あ、まあ小さいってだけが利点としては。あ、鉄の盾はでかいんだよね。でかいね、うん、まあでもこれないとね、今きついからね。うん、多分これも前提だよね。これ強化すれば小さくなったりすればね、最高なんだけど。確かにこれ激怒鉄の盾ねえか。そこまで怯えなくても。やりすぎか。うん。あ、2出た。2はいらないな。4ユーサブかな。ああ、弱くなっちゃうね。どっち、まあ、どっちでいこうかな。どっちでもいいんだな、別にな。いや、
毒蓄積も変わんないし、鉄の盾が3になるよ。ああ、鉄の盾を増やす、そういう方向でいく。ああ、どっちにするかだね。まあまあまあ、じゃあこうしましょうか。これヒットポイント23あるみたいなもんでしょ。ああ、確かに。ああ、6を強4まで耐える。ああ、ほうほうほう、強6サビハエ取りがいける。ローリング、あ、6、6はハエ取り入れちゃうじゃん。もうそうだね、6ハエ取り4か、4はローリングだな。3多いじゃん。 5揺さぶり立てこうだろ。3つ目、あー、いいじゃん。いや、5、6、6素晴らしい。あ、ハエ取りしか打ってこないこいつ、強い。はい、はい、向こう。あ、強っ。盾だなこれ、盾だな。あ、盾ゲーだわ。盾ゲーミングです。ただこの爪がね、さっきのバトルアックスだったら嬉しかったなぁという。マジで、爪揺さぶり、ハエ取り、盾。オッケー。お、3ターン連続6出されちゃった。強っ。しかもスリングショットも来る。うやー、えぐいね。ハエ取りフィニッシュ。オッケー。獅子王みたいだったな。あー、スペイン海外版のね、海外版ルローニケンシンね。バックラゴイシ、そう、弱いよなちょっとな。ゴイシも7で4、まあないよ、ね、ちょっと強化を見たい。まずじゃあ上か、どっちにしようかね。まあ、全然こっちでもいい。ステレオマンからじゃあ失礼して。マヒに対して弱いらしいですけど、ゲギドいきなり。いいんじゃない、ゲギド。1ローリング、2ローリングか、2ローリング、6最高。じゃあ激怒ハエ取りいく。そうだね、激怒ハエ取り、3つ目揺さぶり、5の 盾。かなり完成されてるけどね。ああ、かなり。あとはもうこの鉄の盾が小さくなって、そうね、何かを、ね、何かを他に入れる。いや、強え。弱体は嫌だ。さあ、何が弱体する。最大3になってしまった。揺さぶりが最大3か。2揺さぶり3つ目。ああ、2揺さぶり3つ目。4ローリング、3ローリング、6ハエ取りで、ローリングで3が来れば 6。うぜえこいつ。いや、うぜえ、だるいね。超音波、超音波うざいな。まあまあ、ここで倒せはするんだけど、だったらちょっと回復を狙っていこうかな。1じゃないんだったら。6が出れば最高。6最高。さあ、2回復決まりました。でかいね。さあ、強化を見ましょう。ハエ取りは、うわー、マジかー。ハエ取り小さくならないんだっけ。ならねえ。うわー、でも鉄の盾は大事だな。揺さぶり2回、爪が5になるのか。爪はもうなんか変えたいな。うん、じゃあ一旦出ようか。うん、他のちょっとアイテム、ちっちゃいアイテム、ブーメラン超強いね。でブロードソードも超強いね。これ強化見れるんだっけ。見れないのか。ブーメランは3になるんだよ、ね、3になる。火だめが3になる。火だめ、火だめ。でもそれと防御積めばブーメランの自傷ダメージも減らせるよね、多分ね。ブロードは3になるんだっけ。ブロードは確かダメージがプラス3のはずなんだよね。そうだよね。まあ6はハエ取りに任せるとして、ブーメランが警棒か。ダメージがちょっと足りてないから、まあブーメラン行ってみようか。ああ、行こう。で、強化見よっか、ブーメランの。ブーメランはまあ2倍だよね、ダメージ。確かそうだよね。そうだね、3になるんだよね。ああ、そうそう、ダメージが3固定になる。ダメ3固定ね。で、1人の時はちょっと損しちゃうんだよね。そうね。うん、まあ行ってみるか、ちょっと火力足りないしな。オッケー。まあブーメラン強化して、爪と交換しましょう。オッケー。これで少し火力は良くなった。まあ、強化してないね、ブーメラン。あ、ほんとだ。はい、オッケー。で、これでちょっと、3のやつを倒して、そうね、ハンディマンいくか。ハンディマンをじゃあ、つるりと。いや、結構きついな、マジで。で、多分だけど、盾をしてからブーメランやれば。ああ、なるなるなる。ローリングして、こうでしょ。揺さぶれるね。3ロリかな。あ、いいじゃん。ああ、ね、まあまあ、5盾かな。5盾。そうね、そうだね。5盾。6ブーメラン。で、6ブーメラン。いや、もう倒しちゃおうぜ。あ、倒せないか。激怒ブーメラン。24で、6、28ぶりか。倒せはしないか。そうだね。しかも、まあ、食らっちゃうか。まあ、普通に行くか。
じゃあでも劇でもたまるんだよな結局な。使っちゃえば。ハエ取りだったらハエ取りで使おう。あ、オッケー。うん、じゃあ五ブーメランにしようか。じゃあ。じゃあ今6ハエ取りにじゃん。六ハエ取り。切れればいいんじゃない。五ブーメランね。あ、オッケー。これで揺さぶってブーメランする。あ、揺さぶって。うん。これで多分食らわないはずだよね。食らわない。防御力が2になるはずだよね。そう、2になるはず。ね、うん、オッケー。オッケー、オッケー。はい。まあまあまあいいんじゃない。うん。まあまあハンマーは来るでしょう。結合ハンマー確定だね。出た。無駄。豆鉄砲持ってくるねこれ。うん。麻痺1、うん、ほら素晴らしい。だったら揺さぶり、いやブーメランも食らいたくないな。あでもしょうがないか。だったら縦ブーメランでいいじゃない。縦ブーメランか。2回以上5縦5ブーメランか、うん、そう。 OK、 これでダメージを食らうことなくいけましたよと。サイコロ1個。あ、そうか、レベル上がるのか。で、関係なかった。宝箱開けて、あー、試合で、ね、強いんだけどね。入れちゃう。枠がね。1回なんだよな。小さくなればワンチャン。まあまあ強いけどね。ハエ取りに変わるものがあるのかって言われるとって感じなんだよな。そう、優秀だからね。なんだかんだね、ハエ取りね。激怒いっちゃいたいね。ローリングからか。まあとりあえず、目を強くしていこう。2、4。ご揺さぶりはするとして、ご揺さ、まあ5盾6分4ハエエンド。激怒打ちたいよ。だから5盾激怒6分ハエ取り4ハエ取り、激怒盾12。あ、盾12斬新だね。激怒盾12ゴブーメラン、ね、あー、やってみようか、うん、縦12ね。あ、縦12、まあ、5ブーメラン、うん、どうなのかってとこは4ハエ取りでしょ。だってこれ継続でしょ。縦は多分消えないと思うんだよ。消えないよね、うんうん、これノーダメージでしょ。だってまあありがたいねこれね、うん、ノーダメージ、ノーダメージ、はいはいはい、で炎上防いでくれるのかな。炎上のちょっとダメージを見てみましょうか。1、うん、あ、防いだね。まあ防いだ。 OK、 縦本当に強いな、ね、こんなに強いと思わなかったな。縦弱とか言ってたのにな。3、うわ弱え。まあ、ご揺さぶりはしたいか。そうだね。これをハエ取りに入れるか、ブーメランに入れるかだね。3盾6ハエ取り4ブーメラン。え、待てよ。倒せるか ?6 人12無理か。倒せないね。3盾6ハエ取り4ブーメランかな。まあ、それ、その方向でいきましょう。まあ、こう食らっちゃうけど、8ダメージは食らっちゃうけど、まあ、まあ、しゃあない。ほぼ勝ちだったな。だっ、ミローリング試してみて。だから5か6出れば最高。5か6出れば最高。5か6出れば最高。4。まあ。どこに持っていこうとした？いや、まあ、こうか。そうだね。こうだな。そうだね。OK。まあ、リンゴいっぱいあるんで。そうね。なんだよ、あいつ何つ言います？砂遊びだ。火遊びがどうのこうのって言ってました。火遊びが。ああ、なんで今間違えたの2回言ったんだろう俺。これリンゴの回復も減ってない、なんか。あ、本当だ。3回復でしょ？最大体力に応じてなのかもしれないね。もしかしたら。確かにそれかも。全然実は割合回復だったんだ。いつもだったら7とかね。え、どうする？5コインあるし、ブロードソード買ってってもいいけどね。あ、行っちゃった。戻せないや。まあ、その、この先で多分いいのでるでしょ。ウィッカーマンぶち殺そう。ウィッカーマン殺して、ウィッカーマン殺しちゃいます、まずは。あ、スーパーマシュマロに激怒取っときたいけど、これ食らうかな。いや、てかもう、フンドは激怒使っていいよ、むしろ。だってもう、相手の人見てみよう、44だよ。そうだ、使ってからダメだね。だったら、どういう形にするかな。ブーメラン、ブーメラン激怒ハエトリグサじゃない。あー、なるほど、うん、いいね。4回復してね、うん、だったらでも盾の方がお得か。激怒ですよ。でもそうか、12ダメージ与えられながらってとこが強いんだよな。激怒使わないの。ああ、そう、使ってないか、うん、まあまあまあ、でも6盾しときゃいいでしょうと。 Use Limit Break Twice。 なんか実績解除したね。なあ、弱い弱い弱い。あ、柳に杖も来ない。はい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 。1ローリングかな。
まあ、2ローリングから、まあ、勝ちか。そうだね、食らいたくないぐらいだね。まあハエ取りはこれしたり、鉄を立て、まあ何でもいいですよ、何でもいいね。はい、勝ち。さあ強いですと。ここは、まあ、まずはなんだ、交換所。まあ爪使わ、あ、使わない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 し、いいんじゃない。うーん、ハンマー強化したら最悪、そうね、入れてもいい。ただこの今鉄の盾はね、さすがになんないんだよね。そう、外せないし、ハエ取りも外せないんだよね。まあライド行きましょう。オッケー、ライド、オッケー、そうね。さあこいつは全然強いんだよね。強いダメージ出してくるんで、1揺さぶりから鉄の盾が結構ね、1揺さぶりから、1揺さぶりから、うん、弱い。5揺さぶり、6ハエ取りは打ちたい。これ4鉄の盾、エンドまである。あー、ブーメランの被ダメージもちょっとやだなぐらいのね。まあでも6ダメージ与えときたいか。まあなんか3入れんのやだよな、ここに。わかる、そうなんだよ。だからまあ4盾エンドかな。いいんじゃない、様子見ましょう。でもこれで剥がされるんでしょ、だって結構やばくない。あ、痛いや。強いよね、同時に来たらかなりやばいし。そうだね。あー、6ハエ取り打てんのでかい。まあ2ローリングから、おお、かなりでかい。6、おお、 3揺さぶりの、どうせ664をどう使っていくかだな。まあ6ハエ取りは打っていい、どっちにしろ回復。まあダメージも与えていきたいんだよな。4盾6ブーメランいくか。結構攻めの構築だよね。じゃあ1防御で敵にターンを回す形にはなるな。そうだね。まあまあバトラックスが6ダメージで抑えられた。頭突きは来ない。いやこれ激怒使いなダメかな、これ22ダメでしょ。ああ、次が頭突きとバトラックス両方来るわ。ああそうだね、激怒使うか。ああ激怒使えば、激怒前取り、まあローリング、そうね、で5以上、まあ5だから8なんだけど、あ待って、普通に盾使えば0ダメできるわ。こうでいいのか。それでいい、よし、うん、まあまあまあ、ナイスナイスナイス。スーパーマシュマロにちょっと激怒取っときたい感じはあったけど、ね、こいつもね、まあまあまあ、こいつで全然やばいんで、シャベル、まあ、強いんだよね。ただハエ取りの回復がなくなるっていうのがかなりきついとは思うんだけど、そう、ね、防御をめっちゃ上げるの前提なのであればハエ取りはシャベルとかに変えてもいいんだけど。そうだね、鉄の盾でも回復めっちゃ使ってんだよね、なんだかんだで ね。いやー困るな、これ無事っすね。ダイス弱えしよう。頼む、42で変えて、あー回復は別にコンターンしなくてもいいから。そうだね、なんだったら5揺さぶり、6揺さぶり、6盾、6盾か、6まである、6盾4ハエ取り4ブーメラ打つかどうかみたいな。それが短期決戦するんだったら6盾6ブーメランだね。4盾6ブーメラン短期決戦型で OK、 行こう。まあ次のターン勝ちの目があるからな。そうね、13ダメージ、いいダメージだね、13ダメージ2炎上ね、本当にいいダメージだね。うん、そうだね、ここでやんなきゃダメだね、もうね。凍結も来たか、いやだね、まあ、一旦そうだね。あー待てよ、激怒たまんねえから6でしょ、12、まあ勝ちではあるんだが、レベルアップだよねこれで。うん、でもブーメラン2回打ったら死んじゃう。ブーメランで死んじゃう、だから盾をつける必要がある。あーそっか、だ盾つければいいのか。だから5揺さぶりして6作っといて、3盾すればヒットポイント8だから2回食らっても平気か。なるほどね、うん、じゃあこれで OK。 縦ブーメラン頭いいな、縦ブーメランいいね。ん、激怒使ってないね、なんということ。まあまあ激怒使ってハエ取りで勝ち、勝ちか。激怒忘れも出ましたね、なんということでしょう。激怒忘れも、あれ、あれどんないなと。よくないですね、焦った。縦攻撃、
盾の分だけね。致命的な攻撃を耐え抜く。ああ、生き残る系ね。はいはいはい。気合いの助け。ああ、どっちか面白そうだな。どっちかとか、まあ、どっちか取るんだけど。盾攻撃取るんだったら、ブーメランの代わりだったねって感じだね。そうね。しかも面白そうだな、でも盾攻撃。ちょっと盾取ってみる？取ってみよう。まあ、今は使わねえけど、この感じ。うん、ブーメランの方が全然優秀。うん、だなんかもう一つ盾が良くなったら、そうね、ちょっとあれ入れてみてもいいかなっていう。オッケー。うわ、一本道だ。まあスノーマンがやっていくしかないな。なんか普通の敵なのに強く感じるね。こっちが弱すぎるもん、これ16ってやばいもん、これ1から1から2から出目で全て決まってるもん、ね、うわ弱え。6盾4個来るんでしょ。20来るよ奇数が出続ければね20か。まあ6盾でも短期決戦も大事か。いやもうブーメランの3ダメージ俺正直つらいんだよね。はいはいはい、あかなりきついと思う。打つんだったら6で打ちたいぐらいよ。ああ本当にそう。でも鉄の盾したいしな。4盾4盾6ブーか。4盾6ブーかな。まあ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 痛いな。あ1ダメージだ。弱い。これしかもちゃんと防御で強いんだけど弱いね。なんとかなったこのターン。さあ1凍結。1はローリングだ。出目がめちゃくちゃ弱い。6だ。あ5だ。あ出目超強い。ありがたい出目。絶対しない絶対しない。三盾四盾。うん。四盾六ブーメラン5入ってるかな。ああそうだね。五盾でもいいよ。あ五盾。5盾、うん、6ブーメラン4ハエ取り6ブー4ハエ。これで次勝ちましょうだな、うん、オッケー。14だったらいけるな。ほぼほぼ勝ち、うん、数2と2個か。4点4点だから2ダメージ最大20点とか言ってたのがバカらしいな。まあまあしょうがない、まあ、確率制限あるからね全部5を出した場合はね あるから。ザコザコではある、うん、あ弱いな。勝てないかもこれ。これ弱いな。あ勝てないねこれ。待てよ。最大が8ダメージの8の2で10点しか与えらんねえわ。これ勝てないっす。だったら、盾を大きくいくか。そうする ?4 盾しようか。ブーメランいらなくね、今回。ブーメランしないでいこう。2ハエ取り。うん、これ耐えよう。あ、弱い弱い。4ダメージ。4点。OK。ビビりすぎたな。5に。まあ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 。5にビビりすぎた。可能性はあるから。可能性は全然あるので。2凍結。オッケー、5凍結ね。1ローリング、まあ、いい1ローリング。まあブーメランとあれで耐えるんだけど、あ、いいと思う。こういう探りで、あ、なんでもいいか。オッケー、これで、はい、オッケー。さあさあさあ、ふう、緊張感があるぜ。 HP14 でいかなきゃいけないんだもんな。スインガーね。ちょ、宝箱見る。あ、オッケー。あ、ゴミ。揺さぶりがあれで、ハンマーが小さくなって、シャベルは変わらない。縦攻撃は偶数なら OK か。はあ、縦分ね。縦思い切り増やして偶数入れてっていうのもいいよね。縦クリティカル小さくなるんだ。うん。いや一回のみだけどね。偶数でよくなるのか。魅力的ではあるな。ただ縦が1個しかないからね。もう1巻だったら強化してもいいんだけど。そうね。でブーメランの3ダメージをどう見るかだな。強いんだけど火力は。鉄の盾ね、小さくなんねえ。マジか。このまま行くんだったら揺さぶりなんだよね。他手に入るところある？今ショップがあるからガーゴイル倒せば。まあショップ待ちだな。ああ、これどうせ全員倒さないとレベル上がんないからガーゴイル先倒してもいいよ。じゃあガーゴイル倒してショップ見て、ああ決めようか。まあガーゴイル連続攻撃だから、マジで強い注意ね。これ敵投影高くなってない？そんなことない。敵のスキルが高い気がする。いつものやつでしょ、これ。3ダメージね。3ダメージね。じゃあ12が最高か。12ダメージ
2ロック最高最高ね、終わりだなこいつ。2ローリングから行こう、3ローリングから行こう、1ローリングから行こう、うん、読み、4揺さぶりで行こうか。ダメージも与えていきたいんで、まあ、4揺さぶり5立て6分3ハイトリ、うんうん、いいでしょう。Okay、うーん、で2の防御つけて相手に回して 2-2 か、弱い、一番弱いやつですね、一番弱いやつですこれかわいそう、考えうる限り一番弱いやつ、ね、一番弱いやつ、ね、相手にとって、まあ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 下はまあ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 5揺さびいいでしょう。6盾6ブーメラうーん6盾5盾6ハイトリじゃない、そうだねそうだね、5盾って6ハエ取りに回復しといて6ブーメランね、OK、いいでしょう。さあ防御が4強い、うん、いいんじゃない、うん、ああこれはいや強いな、これはしょうがない、6ダメージはまず来る、6ダメージ確定、うわもっと来るわ、え振り直して低い目を得るんじゃないの、低い目を得てる、6より低い目だから、そういうことなの、より低い目って意味なんだ、まあこれ11が来なかっただけばありがたいと思う、そういうことか、うん、知らなかったわ、まあこれで回復はしたいから6揺さぶり5揺さぶり激怒ハエ取りで盾振ってブーメランかな、あいいんじゃない、あ待った、あいいよ、OKOK、大丈夫でしょ、いやレベル上がるかなと思ったけど全然レベルは全然上がらないんだよ、何でもいい、最大ダメージで殺してる、許さない、 OK オーバーキル、よしさあこれでちょっとショップ見てたね、よし、いや厳しいね、多分リンゴはあると思うんだよ、あるよな、ある、悲鳴。よえ、あ、強化が来てんのか。強化2個できんね、じゃあね。2強化いける。ハエ取り3回復。揺さぶりね。だったら、揺さぶり。揺さぶりと、ハエ取り。ハエ取り。まあ、もしくは盾でもいいよ。防御1上げる。あ、防御1上げよう。あ、防御、盾。これでいこう。いや、まだ先行っちゃダメ。あ、もちろんもちろん、倒すよ。まあ、1個回復するか。あ、3回復して、まあ、ガヤ取り。オッケー。シンガー残しね、シンガーもトラウマなんで一番最後にシンガー残し、さあ1ローリング6来た、 OK1 ローリング5来た、3ローリング666、あー素晴らしいですね、あもう何も言うことがない、強すぎてあ強すぎて何も言うことないです、ありがとうございますと、防御力には激怒かかんねんだな、66沈黙マジ、あひどいね、飛行は打てない、さあ沈黙ローリングできない、ローリングができないのはちょっとな、しかもね弱体がクソ弱いね、あー5揺さぶり盾かな、いや4号揺さぶりできるよ、あー4号揺さぶりができるのか、4号揺さぶり盾エンド1ハエトリ打ってな、4号揺さぶり44で沈黙解除してリロールしまくって3出してもいいよ、あー面白いそうしましょうかいいよ、盾はまあ盾は打つとして41でいいのか、41リロール、まあもうローリングするんで関係ないんですけど、あ確かに関係ないね、2、あーありよ、6、3、おおどっち、うん6ダメージ与えるか、6ダメージっすかね、めんどくさいこいつ、ほぼ毎回弱体に来るから、あーまたじゃあ沈黙かな、これは沈黙が来るでしょ、両方来るね、抵抗ブラストも飛行も持ってくる、抵抗ブラスト杖ガヤ取り、こいつ回ってるね、回ってる、かなり回ってる、強いね、66来たのに6分6敗で勝ちか、あーダメだ回避ある、3盾すんじゃん、うん3盾いいと思う、3盾6分、うん、いや6分は回避だから、ハエ取りこれ回復はすんの、あ回復関係ねえや、まあどっちにしてもしょうがない、あ絶対回避は来るから、まあ、次倒そう、多分ねこいつねダメージソースがその一番右のエコーブラストしかないから3点ぐらいしかないと、そう高くて5だから、うざいだけだ、うざいだけ、そうでもガチでうざい、でもうちら盾があるから、はいはいはい、かなりそれで OK、 まあ3盾3ブーメラン、あダメか倒せないね、ここね3盾1ハエトリー3ブーメラン、あそれかまた倒せないね、待てよ、うん、どっちにしろ倒せないね、何やっても、まあしょうがない、うん、次じゃ絶対倒そう、オッケー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 、あエコーブラスト最大3なので大丈夫です、でも全部毎回飛行はないか、風水が出なかったのか、うん、オッケー、まあ
6ハイトリで殺したろ。おらよし、こいつまあ弱いな、ぶっちゃけ。まあ防御に弱いかな、こいつはガヤドリは。さて、オッケー、最大ヒットポイント行くしかない。さあ、これヒットポイントが14でも14かー。1ローリング6、1ローリング6、1ローリング6、OK、弱体なんだよね、こいつもね。早期決着したいね。揺さぶり揺さぶり、6立て6分3ハエトリあり、6立て6分3ハエトリ OK、 ダメージ与えていこう。うわ強いよー、コーン来ない。コーンはギリギリ来ない。でもギリギリ来ないだけだな。ワンチャン次来るぞ。次12ダメージだな。12ダメージなんて食らったら僕は死にます。死にませんじゃない方ね。しかも盾が、盾が弱体か。あ、これ目によっては死ぬね。いや、ブーメランもう打たないだな。3盾打つしかなくて、3盾打つしかない。絶対 打ちたい。3盾打つしかなくて、12ダメージのもう一回見せてスキル。だから4444、20ダメージ最高くるってことね。そうだね。まあワンチャンくるな、マジで。まあ相当分回った時に死ぬね。ローリングして3が欲しい。まあまあ、まあ、一応3回復すればね。うん、あ、来なかったあー、ブーメラン打てないな。まあまあまあ、1ダメージね。うん、まあしょうがない。まあ相当回んないと無理だから、うん、でも相当こいつに相当回られて死んだことが何回あるかって話よ。まあ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 、まあ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 、オッケーオッケー。いや死んだんじゃない、死にませんでしょ。ここで12ダメージ死んだ。あ、ぴったりか。あ、こいつダメだ、こいつ強すぎる。こいつマジダメ、ほんとにダメ、ほんとにダメこいつ。いやもう行きましょう。やばいね、これやばいよ、これ。これやばい。防御もちょっとちゃんと、まあちょっとね、で、あれもね、これ初めてじゃない？ 2 回連続失敗。ないないない、こんなの。もうマジでむずいもん、これ。ここまで帰ってきましたね。とうとう。ほぼ同じ構築で。ふぅ。ただ嬉しいのは、最後がシンガーじゃなくて、スケルトンであるという。まあ、スケルトンはスケルトンで、とても強いんで。マジで強いね。まあ、気をつけていきたいところですね。おぉ、揺さぶりとブーメラの位置が逆になってる。ああ、まあそういうこともある。あー、まあ揺さぶっていきましょう。悪くないね。あ、気持ち悪いな、揺さぶり上にあるの、うん、今までずっと下だったから、うん、変えた方がいいよ。あーし、じゃあ6、うん、6立て6分待ってよ、回復するんだからブーメラン先でいい。回復するか。あー、どうする、それとも回復に入れない。いや、回復しよう。うん、激動を貯めていくスタイル、うん、5立てね。だちょっと食らうんじゃないかな。よいしょ。でも一目で21だよ。21は無理なんじゃないの。すえー、めちゃくちゃ強いこいつ。ああ、激怒溜まっちゃったや。だよね。でもこれなんと不思議、激怒ハエトリグサで、あ、待てよ、激怒ハエトリグサでログ回復か。待てよ、激怒ブーメラン、いやちょっときついか。激怒ブーメランありだよ、ま、ちょっと待ってね、激怒ブーメラン、ちょっと待ってね。12ダメージの激怒ブーメランが通って6回ってきて残り5で、ハエ取り2発撃って元に戻る。いいんじゃない。ちょっと待ってね。でその後鉄の盾で4か。いいんじゃない、いくか激怒。てか死ぬのか。うん、大丈夫だよ。あ、死なねえのか。あ、死ぬのか、うん、死ぬよ、大丈夫だよ。あ、死ぬんだ、オッケー。ああ全然今もう死ぬと死ぬと思ってなかった敵が。そうか、だからか。えっと思って、なんでだろうと思って。はいはい、えい、ボス行こう。来ました、ここまで。いやー、いいファか、はあ、ね、君盾、君か、君も盾か。そうね、ここ吸血鬼だったら負けだったからね。吸血鬼はもう、うん、ドレイクだったら負けでした。ああ、ドレイク負けだったね。さあ頼むよ。でもね、地獄だよ、だいぶ地獄、ダイスも弱い。ああ、ゴミね。ちょ、敵のスキル見ようか。まあまあ、いつものやつですね。6と、まあ、突撃ね。いや、一旦2回5、5、10でしょ。厳しいな。一旦16来ることがあるのか。クソ厳しいぞ、これ。
ダイスの目もやべえし、ダイスの目やべえし、揺さぶり最大かな。揺さぶりで鉄の盾最大かな。鉄盾最大、はい、無理じゃない。本当はブーメランとか使うの。ニーハエトリで様子見。さあ HP54 あるけどね。あそうしてくれるんだ。まあまあまあ5ね。はいはいはい。突撃ー。あ突撃してくんの。ブロードソード使ってこない。あーダイスの目が強い強い。ちょっと待てよ、これもう助かった。何回も使うことはないか。でもうん、どうする激怒で食らっとくか。食らっとこっか。ブーメランハエトリ鉄の盾までいけんのか。うんいいんじゃない。強いね。激怒貯めて、で6ね、HP 全開の状態でね。最高じゃんこれ。いらな、頼むわ。てかマジサイコロいらね。本当にサイコロねえからもう一つ使える武器が欲しかった。7ね。あーひどい。ブロードソード打ってきた、ね、突撃をしようとしている。あーねー、さあ弱い弱い。ローリングのローリング次第ですね。頼むよー。4が来た、まあ、4ね。5が来た。5ね。2変えちゃおうか。ああ2か。まあまあ揺さぶりで6は作れる。揺さぶりで6でしょ。でもう一個5が作れるね。まあここまではいいかな、うん、5は作っちゃってよくて。ゴムーベランで激怒たまる4。まあでもそんなハエ取りの意味がないか。ん、ハエ取りを激怒で打つ必要がないから激怒鉄の盾も視野。あー、ゴブーメランだったら4ブーメランにして激怒になって残り1分で10でしょ。回復はでもしたくない。あ、回復はしたいね。あーそうだね、ブーメラン使うんなら回復したいんだよね。じゃあ6ハエ取りするか。6ハエ取りするんだったらまあて何、激動鉄の盾10。あーそうじゃない、激動鉄の盾10 HP。 あーどうだろう、いいんじゃない。でもうん、あー、低いかなダメージ。迷うよね。いやーどうしよっか。まあ縦10いいと思うんだよ一旦。縦12。いいよいいよいいよ。縦12。いや縦10だね。10か。うん、あーまあそっか、ハエ取りだもんねここで。ここハエ取りだから。 それか、だからハエ取り12ダメージ、ハエ取り12ダメージ縦 5、うん、次多分突撃が来んだよね。じゃあ鉄の盾にしときましょうか。そうですね、じゃあ激怒使う前にハエ取り6入れて、これでいきましょう。オッケー。防御力10、防御対決ね。オッケー。うわ強い強い。危なかったねこれ。これ危なかった、マジで危なかった。9ダメージ飛んでくる。これダメだな、これえぐいな。あマジでえぐいやこいつ、えぐいや。防御9剥がさないとほぼ死ぬな。てか出目が悪すぎる。出目良くないね。6来た、ありがてー。5来たありがたい。ラッキー。さあまあ6は作れる。オッケー。防御9か。ブーメランで剥がして激怒6ハエトリ。ブーメランでしょ、激怒6ハエトリすると鉄の盾が3なんだよね。3鉄の盾か。4か。4か。揺さぶりで。ああまあ防御剥がすし多分大丈夫じゃないかなと思うけどね。オッケー、これでまあ相手の攻撃力にもなってるからな防御はな、よくない、とてもよくない。で激怒が溜まりました、激怒しますハエ取りで6回復な、オッケー。オッケー、ダメージもかなりいった。で揺さぶって4の縦敷いて、ここがちょっと不安。ここだけな、まあ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 、もう突撃も次来ないだろうし。バカでかかったらあるからね。あまあちょっとでかいな。いやこれブロードソードも4で飛んでくんのか。448シールド突撃、うわそうくんのか。まあでも激怒入ったのラッキー。27ね、出目いいね。いやほ勝ちだな、ほぼ勝ち。出目がいいや。ブーメランブーメランで、てかもうブーメラン今打ったら勝ちじゃね。激怒ブーメランで2、あーダメか、24で27か。まあまあでもほぼ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 ね。揺さぶりじゃローリングしていけばいいんじゃない。ああそうか、待って、揺さぶり揺さぶりで66作って、激怒ブーメランで24ダメージでしょ。でもう一回24ダメージのハエ取りで勝ちない。オッケー。あ、はあ、よいしょ。待ってるね。激怒。うどで。ブーメラン。激怒たまる。で激怒打つ前に揺さぶっといて。あ、
揺さぶんなくても数に入れれば8打でも最高ダメージで勝とういや大変だったこれ、危ねえ、マジで大変だった、いやヒットポイント下がってくのきついね、ゲロゲロだったねこれで、ね、3回目にしての成功です。あ、実は結構山場だったねこれね、いや選手の4とかやばそうね、いや HP14 はやばいわ、防御に気づいて、お、これでこれでそうだ揃ってきましたね、全員3クリアか、あ素晴らしい、じゃあ次あれですね、登竜門ラッシュが来るということになりますわなやべえ、まあまあまあ、はい、なんとかなんとかクリアということでいいんじゃないでしょうか今日は、そうですね、はい、じゃあ次回何になるかはダイスの水を知るということで、はい、じゃあ終わります、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。